デビュー時の夢は平野仕様の海外進出へのこだわりがあり、グループの中心メンバーが脱退する波乱もあった。ジャニーズの人気グループ、キングプリンス、キンプリ、が新たなショーを迎えました。グループの中心脱退は橋源樹の脱退から始まり、高橋山と長瀬角の二人体制になった今、彼らの未来にはどんな可能性が広がっているのでしょうか 今回は、ジャニオタの B ・ヨシさんとシーコさんが、アイドル誌、A ・ジャネレーションの特集をもとに、キンプリの新展開とデビュー時に語っていた、海外展望に迫ります。デビューからの足跡、キンプリ・ボル、さんから永遠の絆から、キングプリンスへのデビューは2018年、ジャニーズとユニバーサル・ミュージックがタッグを組んだ、ジョニーズ・ユニバース、ジャニーズ・ユニバース、 誕生の年でもありました。しかし、デビューからわずか3年で、岸優太、神宮寺優太、そして平野耀の脱退という波乱の展開がありました。BB、ジャニーズとしての歩みが早い中で、岩橋玄樹のコメントはやるせないものがありました。外国進出にこだわりを持っていた平野耀が脱退したことは、グループの未来に影を落としているでしょう。 シーコ、エイジャネレーションの特集では、デビュー時の写真やコメントを振り返りながら、キンプリの成長と変化が感じられました。彼らが掲げた、永遠の絆、のテーマは、どれだけの困難にも立ち向かってきた証でもあるのかもしれません。デビュー時の夢、海外展望に寄せて、デビュー当初、キンプリは6人組でしたが、今や2人体制。デビュー時のコメントには、 海外展望への夢が滲んでいます。BB、特に平野耀は、創業者ジャニー北川前社長の夢である海外進出にこだわりを持っていたと言われています。彼の夢を叶えることなく、グループの中心メンバーが抜けるというのは、ファンにとっても寂しいことでしょう。C コ、A ジャネレーションの特集では、脱退したメンバーのコメントや、デビュー時の写真が多く取り上げられています。 彼らが掲げた夢や抱負が、どれだけの困難にぶつかりながらも、一歩一歩歩んできたのかが感じられました。BB、特に注目すべきは、デビュー時のコメントに現れた、世界のアーティストにも負けない、という決意です。平野紫耀も高橋山も、デビュー当初から海外展望を視野に入れていたことが伺えます。 シーコ、しかし、残念ながら、オリジナルメンバーでの海外活動は叶わなかった。それでも、彼らが掲げた夢や意気込みは、今も、グループの中で息づいているのかもしれません。新たな始め不マイナス二人体制の金プリ。BB、デビュー時の夢とは裏腹に、二人体制の金プリは、新たな一歩を踏み出しました。 特に高橋山と長瀬角は日本での活動を続ける中でどれだけの困難にも立ち向かっていくのでしょうか。C コ、A ジャネレーションの特集では二人の写真やコメントが多く掲載されています。彼らがどんな展開を見せるのか、今後が非常に注目されます。 ビービー、特に気になるのは、デビュー時の姿を懐かしむ写真や、岩橋玄樹との、ジグイワ、写真。ファンにとっては、これらの写真が、感慨深いものとなることでしょう。新幹線事件からの挑戦。C コ、記事の中で触れられていた、新幹線事件、も興味深いポイントですね。 彼らがデビューした2018年9月、ファンとの交流イベントが新幹線の遅延を引き起こし、一般の利用客にも迷惑をかけたという出来事がありました。BB、通常ならばマイナスなニュースを取り上げることは避けるものですが、A ジャネレーションは金プリの歴史を包み隠さず伝えている点が注目されます。グループの歩みには喜びや苦悩が、 共にやったことを知ることができるでしょう。C コ、また、デビュー時の写真やコメントを振り返りながら、彼らの成長と変化を感じることができる特集になっています。未来に向けての展望だけでなく、これまでの足跡もしっかりと追いかけられるのは、ファンにとって嬉しいことでしょう。終わりに、金プリの未来への期待。 BB、さて、キンプリの新たな一歩を伝える A ジャネレーションの特集。二人体制の彼らがどのような展開を見せてくれるのか、ファンは今後の活動に期待と不安を抱えていることでしょう。C コ、来る7月2日には、初のファンミーティング、キングプリンスをと打ち合わせが開催されます。 ファンは二人の新たな姿を実際に見られる機会を楽しみにしていることでしょう。BB、最後に、A ジャネレーションの次号はスノーマンから安倍良平、宮舘良太、メグロハスを特集するとのこと。ジャニーズの未来を担う新たなグループの魅力もまた注目されますね。C 以降、キンプリの今後の活動に期待しながら、彼らの未来に向けて応援し続けましょう。カン、